イラストこぎんさし。はい、こんにちは。イラストこぎんさしのゆかです。今日はですね、いつもと違って子供と遊ぼうということで、今これを作ってるので、今日はね、そちらを紹介しようかなと思います。で、準備するものはこちら。100均のダイソーさんに売っているTシャツヤンですね。これは、子供が選んで黄色で、昨日までにね、これ作ったのがピンクの糸で作っています。それでは早速やっていきたいと思います。はい。で、ある程度の長さに切ってもらって、で、糸を通します。で、後ろはもう本当にこのままキュッと結んでもらっちゃっていいです。はい、こんな感じで。で、これも、ダイソーさんで見つけたんですけども、もう本当に簡単で斜めに刺していきます。なので、ここから刺してもらったら、ちょっと硬いんだけど、よいしょ。で、今度はこの斜めのとこですね。を繰り返していきます。これならね、子供たちも、可愛く楽しくできるかなと思います。という感じで、今日やってるのは三男なんですけども、小学校の3年生です。3年生の子ならね、もう本当にスイスイとやっていくので、ぜひね、チャレンジしてみるのも楽しいかなと思います。はい、ということで、さっき終わるとこだったんですけども、三男が最後まで作ってくれました。こんな感じです。で、ここのね、最後のとこはポイントみたいで、今までずっとこっちだったんだけど、こうやって交互になってギザギザみたいな感じになってます。こういうね、アレンジも子供たち自身でできるので、とっても楽しいです。ぜひ子供たちに限らず、大人の方とかも、気分転換に楽しんでみるのはいかがでしょうか。それでは改めまして、今日はここまで。またねー。